三宅登山鉄道、宇多木、豪、三宅登山鉄道、武蔵豪三宅登山鉄道株式会社は、東京都大梅市のお竹山を登るケーブルカートリフト、等を営業している、鉄道会社。慶応グループに属する。本社は、東京都大梅市お竹2丁目483番地。滝本駅駐車場や売店、食堂の経営も行っている。 三宅山駅、滝本駅、三宅山駅間の 1.107km、標高差 423.6m、最大勾配車度25度の急勾配を6分程度で結んでいる。一般に、三宅山、ケーブルカーと呼称される場合が多い。なお、同じ京王グループの高尾登山電鉄と異なり、鉄道要欄に鮮明の記載はない。 営業時間7時30分18時30分に約20分おきに運行されている。他客機には増便されることもある。また、大晦日には、昼夜運行し、武蔵御岳神社への初詣客輸送を行っている。2019年10月1日改定その他、定期券、団体割引あり。また、工述するリフトを含めた、往復運賃も設定されている。 詳しくは、ホームページを参照のこと。車内には、他のケーブルカー車両と同様に運転席はなく、三竹山駅に手運転士が運転の操作をしている。車内には、車掌席が設けられており、非常時のために車掌が常時乗車している。なお、車掌席には、非常時にのみ利用ができる、非常ブレーキが設置されている。初代車両1934年の改良時に、 登場した車両。1968年2代目車両登場に伴い、引退。2代目車両初代車両を老朽化に伴い1968年に、日立製作所、笠戸工場で製造。5-1系、1日出と、5-2系、青空が在籍した。座席配置は、クロスシート。モケットは1型が茶色で、2型が青色。 1991年のレール交換に伴う機関改め期の際には車両も改造されている。塗装は登場当初から2003年までが白色ベースで5-1系、日出が下半分赤、5-2系、青空が下半分青であったが、同年4月に塗装変更、日出が大々色、青空が青色の塗装となった。 また時期よってにはイラストなどが入れられていた。また、年末年始に限り、日出が、希望、青空が、開運という愛称に変更される。二代目車両は老朽化のため2008年3月11日で営業運転を終了した。同年2月1日からは、ありがとうヘッドマークの取り付けが行われ、最終日の11日には、さよならセレモニーも行われた。 三代目車両2008年3月12日から3月21日まで10日間、営業運転を休止し車両を更新。3月22日より三代目、密室号、青空号が営業運転を開始した。2014年10月16日から開業80周年を記念し、車両の名前、デザインを、武蔵と、宇多木に変更した。 滝本駅三竹三駅滝本駅、滝本駅標高407.4メートル。乗車券販売窓口が2カ所あり、いずれも駅員による販売。改札口は入り口、出口一つずつあり、駅員が改札業務を行っている。駅車内には土産物店と三竹登山鉄道本社、駅そばが併設されている。トイレは水仙式である。 JR 大梅線御嶽駅から西東京バスでケーブル下停留場まで乗車し、そこから行動を5分程度登った場所にある。駅裏には有料駐車場があり、一般車はここまで進入することができる。三宅山駅三宅山駅自動券売機が1機設置されている。窓口も存在するが、通常の乗車券は券売機での購入となる。 トイレは組取り式である。駅舎内には、ケーブルカーの運転室および運転装置がある。また、駅構内には売店および喫茶店が併設されている。駅前には、奥多摩、三岳山ケーブルカー乗車記念と書かれた、写真撮影用の看板が立っている。自動券売機の隣には、今まで発売された、記念乗車券が展示されている。 リフトのおたけ平駅に近接しており、乗り換えができる。各駅の近年の1日平均乗車人員は次の通り。リフトおたけ平駅大展望台駅間の98メートル、2分程度で結んでいる。リフトの椅子は赤、青、木の3色に塗り分けられ、雨よけ、日よけの小さな屋根も設置されている。リフトは乗客がいない場合には、 営業時間中でも運行が停止されるが、乗客が来るとすぐに動き出すようになっている。運行は土日宿のみ。運賃は大人、商人に関係なく片道100円、往復190円である。おたけ平駅大展望台駅おたけ平駅おたけ平駅駅舎と土産物店、食堂の建物が併設されている。 大展望台駅大展望台駅標高881メートル。駅舎2階には、食堂がある。トイレは、水薦式である。滝本駅に関するカテゴリー、三宅山駅に関するカテゴリー、三宅平駅に関するカテゴリー、三宅山駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。